ち物紹介したいし、いよいよですよ。してくださいだろ。してください。じゃあね、気をつけて、ね。行っちゃいましたね。豪華で待ちたいと思います。なんか、ヨーガがヒッチハイクの聖地って言われてるらしくて、じゃあちょっとヨーガのポイント見つけたらまた動画再生します。来ました。早速行き先書いていきたいと思います。とりあえず高速乗りたいから海老名。完成。どうでしょ。完成。ヒッチハイクしてんの？はい。あ、YouTube？ YouTube です。俺たちじゃあ映していい？あ、いいっすか？僕もいいっすか？全然いいよ、全然いいよ。マジっすか？今、海老名行きたいの？そうです、そうです。なんで？福岡まで、ゼロインヒッチハイクやってるんですけど。あ、そうなの？どうする？俺たちが一個条件出すから、条件を飲むんだったら、はい。乗せてあげる。はい、ぜひ。いいっすか。いいの。いや、マジでこんな夜中だから超困ってて。じゃあ、乗れよ。乗れよ。いいっすか。乗れよ。乗れよ。これだ。ちょっと乗っちゃった。で、福岡まで行くの。福岡羽根。今日が1日目なの。今日1日目です。すごいじゃん、初日で。初日でよかったら乗せてくれる人。いや、マジ助かりました。とりあえず、兄貴、ドンキ行こう。そうだね。やっぱほら、寒かろうよ。うん。ああ、マジでありがとうございます。今ね、通り過ぎてな、変なやついたなって。わざわざ U ターンしたんだ。戻ってきてくれたんですか？戻ってきたよ。いや、マジで助かりました。なんかルールみたいなのあんの？あ、ありますね。一応、チャンネル登録者。ここでチャンネル登録旅のルールのおさらい。東京、福岡間。1日のチャンネル登録者増加数 ×10 円が旅の生活費になる。決められた登録者数を超えていかないと都市は次の地方西に進めないのである。俺たちちなみに、はい、まあまあクレイジーだからね。ぶっちゃけちょっと怖かった。いや、めちゃめちゃ怖いです。今も怖いですもん。笑い方怖いっす。なんか歌手かなんかやられてるんですか？俺ね、聞くそうか。俺サンドームっていうね、はい、ヒップホップのグループやってる。いや、ヒップホップって聞いてちょっと安心しましたよ。ギャングみたいに来たと思った。いや、で、おいってやられるから。おいはさすがにかわいそうだと思ったけど。はいって言ったから。でもこっちはなんか声、全然声もかけてもらえずずっとストーリーだったんで。あ、そう。もう何台ぐらい過ぎたん？何十台とかは絶対過ぎてると思いますね。あ、そう。
人生初ヒッチハイクで初日に条件で乗せる条件でそういうものなのかなとかもなんか分からないじゃないですか基準が、まあ、そのまあね、こんな条件ぐらいで乗せてくれるんだからはい。いいよな。いや、そうです、そうです。そうだったら、もっとさ、はい、やべえやつとかいたらさ、はい、今持ってる金出せとかさ、ああ、そうですね。そんなやついると思うよ。はい。ね、だから。まあ、でも俺、山で下ろすけどね。うん。いえいえ服全部脱がそうぜ。怖い、怖い、怖い。金持ってないことはもう分かったからな。ちょっとドンキ、はい、寒いだろうからさ。はい、ありがとうございます。助かります。僕が寝坊しちゃったんで、それで遅れちゃったんですよ、スタートが。これは、どうなんだよ。おい。どうなんだよ。いけない。こんな、ことあるだって。拾って二人とも YouTube やってる。そうびっくりしましたよ。なんて YouTube とか検索すれば出てくる。俺たちはチームリオ。チームリオ。うん。はい。あ、ほんとだ。これですね。ましたなんかここで待ってろって買ってくるもあるから待ってろって言われたんで待ってきまーす。とりあえずよかった乗せてもらった方はまさかの YouTuber の方でした。びっくり。この格好で次捕まえてみてとのことだったんでこんなのび太くんの格好見えるかな。超生足、クソ寒いけどちょっと怖かったけど乗せていただいて海老内到着しました。リオさんたちひどすぎるよ。この格好寒すぎるからね。足見て見えるか。生足超薄いだし。リオさんひどすぎる。とりあえず上行きます。いやこうやって旅の出会いがあるのって面白いね。絶対知らない人とかね、わかんない人とこうやって出会えるっていうのはね、今後の旅を楽しみになると思います。ちょっと充電もやばいし、移動して考えたいと思います。まあ、ワンチャン野宿するのかな。野宿するのもありかな。明るいところに向けて。せっかくね、リオさんからいただいたのび太グッズ、武器、チャルーン。いや、マジでいろんな街で使えたらなと思いますね。雨が降ってきた。やばい。その現在時刻。1時54分まだ歩いてまーす、まあ、なんでサービスエリアを目指してるのかっていうと雨が降ってるから髪が濡れる、喉を乾いた、あと歩けそうな距離だったからねちょっと今日中なるべく進めておきたいなってのもあって、めっちゃ歩いてるのも1時間以上歩いてるのかな、1時間ぐらいなのかよくわかんない。まああとはリオさんありがとうございます。まあでも次のピッチャイクは伸びたでチャレンジしますぜ。あそこは伸びてちょっときつかったな。とりあえずサービスエリア来ました。お客様入り口っていうのがありました。じゃあエビのサービスエリア入ったよ。さあ車の感じはどうでしょうか。ちょっとここで休むのもありだな。屋根あるしパラパラだな車。ちょっととりあえず室内入ってみるか。喉か。とりあえずちょっとここで休憩するのもありかな。休憩しましょう。やばい、超びしょびしょ。今何時だ。3時24分。いや結構歩いたな。ちょっとここで休んで暖かくなってからやりますか。見えるかな。新しい靴下に変えました。靴下履くことがこんな幸せに感じるとは。あと屋根ついてるからね雨風しのげるし、あと飲み物もあります。ちょっと休んで明日に備えます。靴下もあったかくしたし、あったかくしながら。どうもモンパニーのヨッシュです。2日目始まりました。ちょっとこれ気温何度わかるかな。若干雪みたいな感じのが降ってんだよね。若干通りも少ない気がするけど、ちょっとここで捕まえれるように頑張っていきたいと思います。2件試合したらダメだね。寒いと言って2件に試合したらダメです。
それでは今日も元気いくぞい。あと昨日がチャンネル登録者数29人、今日はなんと33人、4人増えたので今日の主食は40円。よっしゃー、40円で今日やっていくぞ。なんか食えんのかな。まあとりあえず進みながらチャンネル登録者数増やしながらやっていきたいと思います。昨日言った通りやりますせーの来たで、クソ寒いけどやってみます。シェイクに行きます。見える。本当にここまで国道1号線の中で、はい、トラックが走ってる。はい。この旅で初飯、正直金全部使って買ったものは。こんばんは。うっ、ちょっと待って。恐怖映像みたいになってるよ。え、ここ心霊スポットとかじゃないよね。これやばいよマジで。みんな少しでもいい、俺に元気を与えてくれ。チャンネル登録お願いします。元気だわー。